次に大西健介君。大西君。委員長、民主党の大西健介でございます。私この委員会で初質問させていただいたのが平成22年の2月24日、子ども手当法案に対する、質問でした。あれから2年、再びこの法案に対してですね、本法案に対して質問させていただく機会を得たことというのは私にとってもいろんな意味で、複雑な思いがあります。子ども手当制度についてはですね、私はいろんな批判や誤解もありますけれども、ただ高い評価も得ていたし大きな期待も受けていたんではないかというふうに思います。でそういう中で、新聞の投書欄にですね、子ども手当に対するいろんな意見が載っておりました。そのいくつかを、拾ってみましたのでちょっと今から、ご紹介をさせていただきたいというふうに思います。長崎県大村市の58歳の主婦の方、私はすでに子どもも全員が成人をして、支給対象外ですが6人の子どもを育てているときに痛感しました。それは子育てはあくまで個人の自己責任の営みであるとする世間の冷たさと未成熟な制度の中で負担する費用の大きさでした。手当には育児をする養育者への社会からの応援というメッセージも汲み取れます。次に千葉県流山市の37歳介護職員の男性、子ども手当はばらまきの典型愚策なのか。私は政権交代で子ども手当が半額でも実践されようやく世の中の中堅子育て世代に目が向けられるようになったと喜んでいた。国の財政赤字は子育て世代の責任ではない。これまで血税をばらまいてきた自民党と受益者であり長年政権を支えてきた高齢者農家土建業者たちの責任ではないのか。子どもの手当が無駄というなら今の高齢者の年金社会保障に対する負担と受益は適正なのか。最後にですね、神奈川県川崎市の59歳 NPO 主催の女性、なぜ他の政策の財源は問われず子ども手当だけが目の敵にされるのだろう。少子化で子どもの数が増えないと日本社会は立ち行かないとあれだけ大騒ぎをしていたのに、いざ子ども手当が決まるとこのような状況になることが不思議でならない。日本はつくづく子どもが嫌いで子どもたちに冷たい国のように思える。このままではこの国に子どもは生まれず未来に希望は生まれようがない。まあ、こうした声はですね、他にも私はたくさんあるというふうに思っています。しかしですね、先ほど来お話があるように、まあ、政治にある意味翻弄される形でですね、細切れの立法措置つなぎ法案が繰り返されてきてきました。でこのままではですね、いつか手当がなくなってしまうんじゃないかという不安も消えません。そういう意味ではですね、早く恒久法を成立させて、安定した制度にしていくということは私も、大変重要なことだというふうに思います。私が今紹介をさせていただいたですね、こういった声、小宮山大臣に聞いていただいて率直な感想と、そして今この法案を成立をさせて安定した制度をですね、一刻も早くスタートさせるということに対する思いというのを改めてお聞きをいたしたいと思います。小宮山大臣。今の委員から3通のその投書をご紹介いただいて、そういう声に、本当に正面から答えられていないことに対して本当に申し訳ないというふうに思っています。で私もこの子ども手当をもともと野党の時に作り出した一人でございますので、いろんな思いを持っています。ただ再三先ほどから申し上げているように、その財源の見通しが野党であってマニフェストに作った時に甘かった、そこが詰め切れてなかったというところが最大の原因だと思ってますので、そこは本当に申し訳なかったとお詫びをしたいと思います。ただ一方で、その、現金給付、それから今新システムで提案させていただいている子どもたちの、小さい子どもたちの居場所ですね、それからその働き方の見直しなど、また虐待防止とか小児医療の問題とか、総合的に本当にチルドレンファースト、子どものためにという思いでやってきていますので、今その財源の見通しの問題やら、今の大震災の後だったり経済の状況だったりで、お約束したことが実現できないことはお詫びをしながらですね、私どもが政権を担わせていただいた当初の子どもたちに対する思い、そこを政策に結びつけたいということについては、またこれからもしっかりと取り組んでいきたいと、そのような思いを持っているところで、今回3党でこういう現実的な対応をしていただいたことについては、しっかりとそれを執行していきたいと思っているところです。大西君。我々もですね、今日の質疑ずっと座って聞いてて非常にフラストレーションはたまるんですけど、我々以上にですね、おそらく大臣がいろんな思いがある
中で辛いご答弁をされているんだなというふうに思いますが、引き続きそのチルドレンファーストの精神だけはですね、ぜひとも堅持をしていただきたいというふうに思います。で、私はただこの間ですね、子ども手当にはいろんな国民の間に誤解もあったんじゃないかなというふうに思います。で、まずですね、よく聞く声がですね、高額所得者にまで子ども手当を配るのかという声です。で、これはまあ言うまでもありませんけれども、扶養控除が子ども手当に振り替わるとですね、高額所得者の減税額は減って、高額所得者から低所得者の方に、所得再配分がむしろ進むと、高額所得者は定額の子ども手当なんかもらうよりもですね、控除してもらった方がですね、減税控除で減税を受けた方が得だと、まあ、得という言葉が適切かどうか分かりませんけれども、得だということだと思います。それからもう一つ、よくそのテレビ等でですね、若いお母さんたちが、私は子ども手当なんかいらないから保育所を作ってほしいわという映像がよく流れるんですけども、私はこれも誤解があるんじゃないかと。というのはですね、現金給付も現物給付もこれまで以上にとにかく両方ともやるんだというのが現政権の立場だというふうに思いますし、これまで以上にですね、保育所の整備ともですね、進んでいるということだと私は思っております。で、現金給付をやめてそれを現物給付にすればですね、総額として子どものために使うお金というのは逆に減ってしまうと、こういうところをこう十分に国民に伝えきれてなかったんじゃないかなというふうに私は思ってます。あと外国人の手当の話とかですね、保育園や給食費の天引きの話もですね、これはもうすでに23年度法案で解決済みではありますけれども、これも別に児童手当の時からそうだったということを知らない国民も多いんですね。そういう意味で私は誤解がかなりあったんじゃないかって、その最後までこの誤解をですね、十分に払拭できなかったことについては非常に残念でならないんですけれども、改めてこういう誤解に対して、まあ十分説明ができなかったっていう思いがもしあればですね、その辺をぜひお語りをいただきたいんですけれども。藤田政務官。委員のご指摘のようにですね、本当に大事な子ども子育て支援策ですので、やはり内容について誤解があったとあってはやはりいけないというふうに思っております。まあ、そういう意味で、今委員の方からもお話がありましたけれども、まあ、これまでの子ども手当というのは相対的に高所得者に有利な所得控除から相対的に支援の必要な人に有利な、手当に切り替える、控除から手当という考え方に沿って、まあ、実施をしてきたものでございますので、これはまあ単なるばらまきではない、まあ、このようにも考えているところでございます。そして、子ども子育て支援策というのは、これももう改めて申し上げるまでもないんですが、現金給付と現物給付と、そしてまた働き方の見直しと、これが全部車の両輪で動かなければいけないということであろうと思っています。保育所の拡充にもしっかり取り組んできているところでございますし、ワークライフバランスの実現にも、取り組まなければいけないということで、こうした政策についての充実もこれからも努力をしてまいりたいと思っております。そして具体的にご指摘がありました海外の居住する子どもの対する手当の支給であるとか保育料の問題、これはもう、昨年、いろんな議論がございまして、23年度の子ども手当の特別措置法で、あるいは今回の、改正法によって、是正するところは是正をし、きちっと子どもに国内居住要件を設ける、あるいは保育料を手当から徴収することを可能にする、こうしたことを盛り込ませていただいているところでございます。まあ、今後とも誤解のないように、内容の周知についてはしっかりと取り組んでいかなければいけない、このように考えております。大西君。先ほどどなたか他の委員がですね、フランスの話をされてましたけども、やっぱりフランスはその子育て支援できることあらゆることをやっているということだというふうに思いますので、私は現物も 現金も現物も両方やらなきゃいけないんだと、でその姿勢をですね、これからもしっかりと、引き続きですね、説明をしていっていただきたいというふうに思います。で、まあ、今回苦渋の決断で所得制限を設けることになりました。で、まあ、ただ私はいくつか課題が残っているなというふうに思っていたんですが、その話は実は先ほど古谷委員がですね、全く同じ質問をされてしまいましたけれども、まあ、ただ改めてあれですけれども、所得制限してもですね、まあ、大体その引っかかるのは1割ぐらいということですから、財源節約効果というのは限定的ですし、それから支給事務を行う、先ほど話がありましたけれども、事務負担、自治体の事務負担、そして、システム改修等の費用、また行政機関その他
甚大な被害を受けているですね、被災地の話、それから、先ほど、したる政経自社の所得で判断されることによって逆転現象が起こるという話がありました。でその逆転現象の話についてはですね、先ほど、自民党の提出者の田村委員からもですね、いやこの所得の判断を世帯でやるのか、したる政経者でやるのかということについては早急にちょっと見直していかなきゃいけないというようなご意見もありましたので、これは与野党でも十分ですね、共通思いが共通するところあると思いますので、ぜひともですね、この点は引き続き、所得制限かけることになった以上ですね、それがちゃんとうまく進むように、しっかりとやっていただきたいと思います。本当は答弁を求めようと思いましたけれども、もうすでに答弁されてますので、ここはお願いだけ私からも、与党の立場からもお願いをしておきたいというふうに思います。で、本法案ではですね、児童養護施設等に入所している子どもや、里親に委託される子どもに対してもですね、手当が支給されることになっています。でこれもすでに23年度法案等で、改善がされているところであります。でそこで最後にですね、里親制度についてお伺いをしたいというふうに思います。厚生労働省では、子どもには家庭的養育が重要という考え方から、児童養護施設の入居児童を今後10年ぐらいの間にですね、3分の2程度に減らしていくという考えだというふうにお聞きをしております。で昨年3月に厚生労働省が示した里親委託ガイドラインには、特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託についても触れられています。実は私の地元のですね、愛知県ではですね、未婚とか若年出産など望まない妊娠による出産で養育できない、または養育しないという保護者に、妊娠中や出産直後から、児童相談センターが相談に乗って、特別養子縁組を前提とした里親登録者とマッチングを行うという、これ愛知方式と呼ばれているんですけれども、新生児里親委託が長年にわたって関係者のご努力によって行われてきたという実績があります。で私は以前愛知県の刈谷児童センターを訪ねまして、長年この愛知方式を推進してきた萬屋一子さんにお会いをして話を聞きました。新生児の遺棄だとかですね、先ほどもお話がちょっと出てましたけども、幼児の虐待のニュースが後を絶たない一方で、世の中には不妊に悩む夫婦というのも多数おります。出産後早い段階で親子の絆を結ぶことができる、例えばもう名前をつけるということも、その実際の親との間でですね、話し合いをつけば名前をつけるところから本当の親子になれるという意味では、私はこの愛知方式というのは、大変有効だというふうに思っていますけれども、ぜひこれを全国に拡大していただくようにお願いしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。辻厚生労働副大臣。新生児里親委託の取り組みについてのご質問、ご指摘をいただいたところでありますけれども、厚生労働省といたしましては、社会的養護が必要な子どもは、できるだけ家庭的な養育環境の中で養育されることが、心身の健やかな成長のために重要であると考えておりまして、里親委託を推進しているところでございます。ご指摘いただきましたように、愛知県におきましては、望まない妊娠による出産で養育できない、養育しないとの保護者の意向が明確な場合には、出産した病院から直接里親の家庭へ委託する新生児からの里親委託を行っているというふうに伺っております。親に育てられない乳幼児を乳児院に阻止することが多い中で、できるだけ早い段階から里親委託を進めることが重要でございまして、ご指摘にありましたように、愛知県のような取り組みを全国的に拡大していく必要があると、私どもも考えているところでございます。このような見地から、厚生労働省といたしましては、昨年4月に里親委託ガイドラインを策定しまして、里親委託優先の原則や、新生児の里親委託の留意点について、定めさせていただきますとともに、愛知県の取り組みについて全国の自治体担当者に情報提供をさせていただいたところでございまして、今後とも早い段階から里親委託を推進すべく、委員のご指摘も踏まえて取り組んでいきたいと、このように考えております。小西君。経済的な理由で産むことをためらう人の背中を押すことをやることも、これは重要なことです。だけれども、産みたくても産めない不妊に悩む人を応援したり、あるいはこのように生を受けた命が虐待で失われることをですね、防ぐことも政治の大きな責任であることを申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございます。